注意、いきなり走行音が流れるよ。この動画のあらすじ、カブプロが走行中限定で異音を発生、カリカリともカタカタとも言える音を奏でるので、夜しか寝れなくなった投稿者が原因究明のため、今、お昼頃に立ち上がる。一応定番のカムチェーンテンショナー周りを調べたよ。特に異常は見受けられなかった、残念。容疑者候補はまだいるよ。カムチェーンに負けず劣らない容疑者候補。ギアのハブ周り。いくらなんでもうるさくない？これは自分、名探偵かもしれん。なんか明らかに変な音がしますね。ちなみにチェーン調整はやったばっかなんで、そのダルダルってわけではないんですよ。もう明らかにね、もうここら辺から音が聞こえる。となるとベアリングかな。ベアリングの音がここら辺からしている。アクセルに対して、吹かした時にここが連動して音が出るっていうのはなきにしもあらず。カウルの振動音もあるかもしれないと、カウルを外して走ろうとしたが、まさかのメーターの電源が来ない。昨日まで動いていたのにどうしたことか。カウルがなんか影響を与えているというのか。でもエンジンはキックでかかる。まずはバッテリーチェック。 12.5V くらい、サービスマニュアルでは 12.3V 以下が充電不足とのこと。とりあえずみんな大好き接点復活兄貴。ちなみに後半でわかるけど、ここにいくら吹いても意味ないです。案の定復活せず、エンジン稼働状態でも不安定。ウインカーも焦点目前。あれ、ニュートラついた。どういうこと？接点復活2機の呪いか。余計混乱することになった。引っ張ったら取れました。こんなんなのか。これ取れるの？いろいろおかしいが、トリマリレーにも兄貴を増えておく。メインスイッチのカプラーにも。でも無駄、おまけに燃料メーターまで不動調に。ただのイオン探しが全く予期せぬ方向へ発進。無限整備編に突入してしまい、テンションだだ下がり。サービスマニュアルの言うことを信じていろいろチェック。導通とかリークを見ろとか、チューズを見ろとサービスマニュアルさんが指示を出す。30分で犯人を探し当てるアニメ主人公のつもりが、96年からずっと犯人探している状態みたいになってしまった。これがパワーアニメですね。ちっちゃ。ここら辺もひたすら犯人探し。現状ですね、このスイッチがかなり怪しいですね。というわけでメインスイッチを取り外してみる。これですね、これを外せばいけそうなんですけど、これめっちゃ外しづらそうですね。はは、参ったな。ちょっと今驚愕なんですけど、これでダメ元で回るかなと思ったんですよ。そしたらこうでしょ、これ何にもしてないんですよ、このゆるさ。しかもこれ両方。これ何？今ラスペネを吹いたからこんな緩いのかな。絶対回らないと思ったんだけど、超緩い。こんなもんなの？最近すっかり忘れていたけど、あの超暗黒魔大陸ヤフオク生まれのカブプロ。もしかしたら、もしかして、ここにも手が入っているのかもしれない。まずはスイッチの分解を試みるよ。カバーを華麗に外すよ。さすがにサービスマニュアルにも分解方法は書いていないので、観察の上慎重に分解。特殊工具としてなんかよくわからない工具を使うよ。星型のトルクスだね。ここはネジロック剤が塗ってあるため結構固く締まっている。ネジは2本のみ。ここがメインスイッチのスイッチ部分だね。正直状態が良いか悪いかわからない。鍵を差し込んで動きを見ようとした瞬間、
嘘やろ、え、なになになに、ちょっと待って飛んだ、びっくりした、本気でビビって尻餅寸前まで追い込まれた。すっかりビビり散らかす小心者である。一応接点が、まずそうだなって思うのはこれになるのかな、うん、ちょっと磨くぐらいしかできないんですけど、これどうなってんだ、こうか、こうなってて、これがこう回ってオンオフと、ここはもう削れて下がっちゃったのかな。汚れているといえば汚れている。多分こっちはもう物理的なものしかなくて電気的なものはないんじゃないかなと思うんですよ。ここの接点をちょっと磨いてみます。ちなみにここのこれコロコロ回るボールかなと思ったんですけど違いますね、動かないですね。これキーの感触は多分こいつなんでしょうね。ハンドルロックかけるときにグッと押したときに、戻ってくるのはこのスプリングですね。だから電気的な接点は本当に銅のパーツしかないかな。いやこれが原因かな本当に。とはいえできることは磨くことしかないので綿棒とかでしこしこ磨くしかなかった。分解したら、こんな感じですね。なんかここのこれですね、なんか抵抗みたいのでつながってるんですね、これが。なので取り外そうとするとここをちょっと溶かさないといけない。青くなってるんでやっぱまあこれ銅のサビみたいなもんかな。綺麗に合わせた方がいいですね。綺麗にしたら治るんだろうか。ここにあったやつは引っこ抜くだけですね。それだけでちょっと取れてしまった。ピカールで磨いたよ。そもそも導通するかのチェック。ここにすごい力かかる。これ結構かかるな。だからネジロック材がついてんだ。ネジロック材を塗布して取り付け、とりあえず清掃完了。車体側のカプラーも磨いておく。メインスイッチと合体、果たしてうまくいくかな。キーオンにした際に直りませんでした。直らなくていろんなところをたどってったんですけど、まあ最終的にはバッテリーが弱ってますね。今こいつはまあだいたい12.5 ぐらいに見えるんですけど、12の設定にするとこうやってほぼ振り切れるっていうか満タンなんですね。なのでこいつ一見元気に見えるんですけど、 T4 の状態だと一気にパワーダウンしちゃってダメですね。結構走ってたんですけど、いきなりスンとバッテリー弱くなっちゃいました。でちょっと車用なんですけど、車用と比較すると、まず30でこうかな、ちょっとの差に見えるんですけど、ほとんど差がないように見えるんですけど、こいつはもうこの下部の方のバッテリーはもう見せかけですね。こいつでいきなりこう寿命がポンと出た感じで、いろいろ調べたんですけど、もうここのいろんなところのカップラーから何からサービスマニュアルに書いてある通り全部調べたんですけど、メインヒューズから何から切れてないかとか、ここのリレーとかも使えるかどうかって全部大丈夫だったので、まあようやくっていうか先に調べときゃって感じですけど、先に調べたけど分かんなかったこのバッテリーですね。これが多分原因ですね。ちなみに車用バッテリーを接続すると普通に動くよ。そしてやっとこ冒頭の思想映像を撮りに、タクボクラッチ側もシャラシャラ言うので、あえてエンジンをかけながらクラッチ調整。いっそイオンでも出てくれればよかったのに。こういう時は急に静かになるやつ。音が消えました。何の音だったんだ。
そしてようやくサイド4の原因を見ていく。とにかくリアハブあたりがうるさいのは確定。アイドリング状態だとエンジンは静かに聞こえる。走行中に聞こえるというのは何かきっかけがあるのかな？やっぱりちょっと怪しいよな、ここら辺。さすがにうるさすぎないか、これは。次回、カブプロの4の正体を探るはずが、ただスイッチをきれいにしただけのおまぬけ。あからさまに怪しい4の容疑者候補、ベアリング。古代兵器を解放したものの、すっかり使い方を忘れた持ち主、言うことを聞かない兵器に右往左往する主。果たして4の正体はベアリングなのか。めんどくさいのでむしろ犯人であってくれ。クランクとか勘弁な。次回、イオンの正体は、半分ベアリング。よかったら見てね。前回のあらすじ、カブプロのイオンを追い求めるが見事返り討ちに遭い、何の故障もないメインスイッチをいじりましたとさ。ついでにバッテリー充電器まで壊れて修理中。全くついていないね。治った。まずは怪しいリアハブ周りを分解。ベアリングをチェックするよ。やっぱちょっと凝りついてる感じすんだな。新品なんですけど、スムーズではあるんだけど、意外と回らないんだな、これ。こんなもんなのかな。で、ちなみになんですけど、これですね。U かな ?U とか LL が、ここのカバーのことらしいんですよね。こんなもんなのか。結構硬いな。早速取り外しにかかるよ。まずはオイルシールを取り外すよ。本当は新品交換がいいけど今回は再利用。今ついてんのも、6203の LU ということで、全く同じですね。新品って渋いんですね。指にはね、ちょっとゴリゴリした感じが伝わるんですけど、ほんのちょっとなんですけど。こっちはね、めっちゃ渋いんだけど、ええんかなっていうぐらい渋い。まあこの重さが加わればスルスル動くのかもしれないです。何年前に買ったかもはや忘れた古代兵器。ハブベアリングは爪で引っ掛けることができるので、この年代ものでも外せます。しかしすっかり使い方と抑え方を忘却したおまぬけさん。ベアリングごと回しているのに気づかず謎の儀式状態。足で抑えるということに気づいたお猿さんは、今度は力を伝えられずにふてくする。ハブベアリングにほっかぶりをしてあげる心優しきお猿さんに進化する。そしてついに H を手に入れるのであった。最初からタイヤにはめようね。そんなこんなでようやくベアリングが浮上。結構な力が必要だったので思いのほか苦戦しました。よし、取れた。これが外したやつですね。普通にこっちの方がね、滑らかなんですよ。スルスル動く感じはするんですけど、若干ガタがある。新品って本当に硬いんだなって思いますね。本当にこれでいいんだろうかっていうぐらい硬い。ベアリングを入れていくよ。ソケットや古いベアリングで入れていくよ。慎重に打ち込んでいけば大丈夫でしょと高をくくる。実際はビビりながらだったけど、最後まで入ると打ち込む音が変わるよ。恐ろしいまでスムーズになった。オイルシールをはめる。一応グリスでごまかす。実は以前チェーン交換をした際に96コマのところ98コマのままで使っていたので、短くするよ。案の定使い方をバッチリ忘れているよ。あまりに久々に使うので使い方を忘れてしまいました。チェーンカッターって株だとほとんど使わない。カッターといっても切るのではなくピンを抜くよ。ピンを押し出したら外せるようになるね。余分な部分を切り離せたよ。音量はいじってないよ。めっちゃ静かになった。やはり割れた耳は正しかったのだ。
カムチェーンもちょっと怪しいのかなって思ってるんですけど、どう聞いてもですね、ここで鳴ってはいないんですよね。イオンの正体としては、この後方から鳴ってるイオンが、走行中の乗車姿勢からすると自分の下エンジンあたりから聞こえるのかもしれないですね。あとはちょっとですね、オンボロなんでこういうカウルのですね、ビビリ音みたいなのもあるのかもしれないですね。それを検証するために一回このいろいろ外して走ろうってなったんですけど、結果としては正直外してもほとんど変化がなかったんですね。そうなるとやっぱりここなのかなと思うんですけど、確認も兼ねてちょっとカムチェーンは見てみたいので、まあ、現状はパーツ待ちですね。ベアリング交換後走ってみたよ。リアサス外れとるやんけ。頭の中はイオンでいっぱい。道理でお尻がふわふわすると思ったよ。結論から言うとイオンは解消されなかった。ただベアリングのイオンはなくなったので少し静かになったよ。その代わり余計に謎の音が気になるようになった。今からそのイオンを流すよ。ということで気になったところはとりあえず見てみる。そもそも異常な音と正常な音の判断が自分には難しいので、ほとんどが正常とも異常とも思えるゲシュタルトが崩壊気味な状態。だんだんようわからんなってきた。怪しい部分をチェックするしかないのである。こちらも純正ではなく同じサイズのベアリングを購入。ここはイオンの原因ではないのは分かっている。だが交換せずにはいられなかったのである。あんまり変わらない。まあ一応交換します。この音はおかしいのかな、普通なのかな。音が出るのが普通みたい。でもここにシューが入っているので、まあこういう音が出るのはしょうがないのかもしれない。わらにもすがる思いで交換。まあ意味なかったんですけどね。疑えば何でも怪しく思えてくるこの現象、イオン探しになると現れる妖怪の類と見た。カムチェーンも見るよ。というかもうここしかない。久々に開けるけど果たして摩耗しているものなのか。摩耗していて欲しいような欲しくないような、複雑な気持ちでございます。ご会長、このプーラー使うの久しぶりすぎてやり方忘れた。フライホイールプーラーはいつも怖い。無事成功ということでおねしゃす。恐る恐る。とりあえず見える範囲での目視は異常がない様に見える。ちなみにカムチェーンスプリングの部分のオイルはまだ抜いていないのでテンションがかかっているよ。トリマパーツが来ていないのでガスケットを取るよ。部屋でじっくりガスケット外すのちょっと好き。ガスケットがカバー内に落ちるのでめんどくさいので分解。たやすいわ。綺麗にした。別の日、早速分解。カムスプロケットを外していろいろ見てみる。ネットの情報によると、このカムシャフトのベアリングがダメな時もそういうイオンが出るらしいので、ちょっとここもチェックしてみます。むしろここをチェックしてイオンがないと自分的には困るんですよ。ここだったらまだ今交換で直せる。ああやっと外れた。ここのスタッドボルトをちょっと緩めてようやく外れた。残念ながらベアリングは正常だった。いっそイオンが出てくれればよかったのに。気になっているあれを見てみる。よいしょ。めっちゃ綺麗ですね。
参ったぜ。次回、カブプロのイオンを探る最後の決断。カムチェーンの確認をするために、パーツを取り寄せたが、果たしてイオンの解決になるのか。無情にも判明する、異常なし。ここで会ってくれ。主の願いとは裏腹に元気いっぱいなパーツたち。ついには無印をいじくり始めるシンジ君。だって交換したいパーツがあるんだもん。裸にされる無印の運命は？カブプロのイオンはどうするのか？次回、現実逃避。ラスジ、カブプロのイオンを探るため、あんなことやこんなことをするけど、今一つなためカムチェーンを見ることにしたよ。今のところまとめで言えば、ここのカムシャフトベアリングは問題ないです。チェーンガイドローラーっていうのかな。これもまあ綺麗なもんですね。なので、ここら辺のシャラシャラ音っていうのはもうないですね、やっぱり。いっそのことシャラシャラ言っててくれた方が自分的には良かったんですけど、全く問題ないと思うので、一回戻してもう一回だけ音が出るかどうかを聞いてみるしかないですね。それでも音が消えなかったら、まあもうこっちですね、腰下ですね。腰下のベアリングあたりが怪しいのではないかなって思うんですけど、それを調べるってなると下ろさないといけないんで、それはまあしょうがないんですけど、なんとかここら辺でインチキできないかなと思ったんですけど、でちょっとですね、ちょうど変えたいパーツがあるんですよ。ちょうど変えたいパーツっていうのが、せっかく開けたのね、ここですね。ここら辺のアームとか、ここのヘッドのゴムとかちょっと変えてみようかなと思って、パーツを注文したんで、パーツを取りに行こうかと思います。取ってきた。ここら辺がカムチェーンガイドあたりのパーツの、一応新品を買ったんですけど、もうほとんど差はないですね。ここはちょっと交換は多分しないですね。まあイオンの原因としてはここら辺のもんではないと。でそれとは別にずっとちょっと交換したかったパーツがあるんで、ここから少しグッドマニアックなお話になるのでご注意ください。交換はしようと思うんですよ、せっかくあげたので。一番はやっぱここら辺ですね、このアームですね。アームと、まあそれに伴って、このカラーがちょっと必要になるんで買ったんですけど、あとはここのゴムですね、先端のゴムなんですけど、これも JA の44かな、44ぐらいからこの形状がちょっと変わってるらしいんで、こっちにしようかなと。でこのアームを変えることによってこっちも必然的に変えた方がいいのではということで買ったんですけど、なのでまあ一応ここは交換はするんですけど、イオンとはまた関係ないですね。これでイオンが治るんだったらそれはそれでいいんですけど、まず多分治らないですね。でカブプロ用と無印用で全部2つずつ買ってるんですよ。なのでちょっとね、まとめで合計金額とすると結構いい値段になっちゃって、2台分ができるっていうのはやっぱ株だからこそできるんだって。これが250とかだったらまあそんなことできないですね。これが JA の44用のカムチェーンガイドアーム。これの何が違うかというと、これが07用、これが44用ですね。一番違うのはここですね。この先端のですね、このゴムが当たるところがこうなるんですけど、07とかその90とかもそうなんですけど、平べったい状態なんですよ。なのでせっかくこんだけゴムの面があるのに、当たる箇所はこのここの部分しか当たらないんですよ。だから必ずこうちょっとへこむんですよ。ここだけ当たってる部分がへこむから、それだけでも使えなくなっちゃうんですね。あんまり良くないんですよ、ゴムの当たり面という理由で言えば。これに対して JA の10ぐらいからここひん曲げてるんですよ、面で当たるようにしてるみたいですね。こうですね、こう面で当たるようになるので、このゴムがそもそも長持ちするとか、しっかり上に上がるようになるっていう設計に変更されているみたいですね。さらに10はですね、ここの形状が若干ちょっと違うっぽくて、まあ似たようなもんなんですけど、10か44が、まあ、流用ができるんで、これでやってみようかなって思うんですよ。この真ん中のカラーもですね、どうもこのカラーはなんかちょっと焼き入れみたいなのが入ってて強化されてるみたいなんですよ。色が違いますね。
形が変わらないんで、どっちにもどうでも使えるみたいですね、これだと。なので、まあ、どうせだったら、まあ、言うなれば、純正アップデートをされている、こっち使った方がいいかなっていう。ただ、このカラーなんですけど、このカラー1個210円ぐらいするんですよ。高いんですよ。この2つは JA444 にしようかなと思いまして。細部なんかは、まあ、ほとんど変わんないですね、やっぱり。形状がそもそも違っちゃったらつけれないんで、こうやって見ると、アームの細部の作り的には、なんか、こっちの古い方の方がちょっと丁寧に作っているように見えなくもないけど、誤差かな。強度的になんか問題があるとかじゃないと思いますね。で、このゴムもですね、ちょっとつくかどうか。これでも多分大丈夫って言えば大丈夫なのかもしれないんですけど、まあ、実験でちょっとこの三角形のやつにしてみます。こうやって見ると、一応てっぺん的にはこっちの方がグッと押し込む感じなのか、まあ、ここら辺でこんなの変えたからってじゃあなんだっていう話なんですよ。まあ、これ完全に遊びなんで、あんまり気にしないでください。袋越しですけど、もうね、どう考えてもこれね、新品と変わらないんですよ。うっすらちょっとこの真ん中のが減ってるかなぐらいだけど、これはね、まだまだ使えますね。同じくこれもなんですけど、これに至ってはもうよくわかんないな。これが原因ではないですね。これぐらいで原因になるんだったら、ちょっともう欠陥なレベルなんで。これが外したカムチェーンですね。で、これが昔中古で買った、まあ、いろんなパーツのセットに入っていた、同じくカムチェーンなんですけど、ちょっとこれと比べてみますね。これより長いってことは多分ないと思うんですよ。長さ的には、もう全然わかんないかな。この上が今つけてるやつ。下が昔買った中古品。カムチェーンがビロビロに伸びるってそうそうないと思うんですよ。だいたいカムチェーンが伸びる前に、こっちがダメになるんですよ。削れちゃうので。で、それで無理して使ってると伸びるっていうのはあるかもしれないんですけど、まあやっぱりカムチェーンが伸びてるっていうこともないですね。ちなみに一緒に買った別のやつは、こういうキャップとか、みんなよくなくしたり折ったりしてしまうあのクリップですね。異音の原因になってくれないかなっていう願いも込めて買ったこれ。カムチェーンが緩んでいるとシリンダーに擦れて、傷ができるけどほとんどなかった、セーフ。とりあえずちょっと分解。基本的に腰上は大丈夫そう？とりあえず交換するものを交換してしまうよ。こんな感じで当たるんですね。この角度で当たるから、ちょっと先っちょが三角形になってる方がいいってことなのかな。交換後はガスケットなど取り付けて戻すよ。残念ながら株プロに変化はなかったよ。パーツが来たのでついでに無印も交換します。無印でもここの方はこういう風に音が出るんで、やっぱりこれは正常みたいですね。株プロの時と同じように、これを外してここのスプリングを交換しようと思います。ここのスプリングを JA444 に交換するよ。ちょっと径が太くなるよ。ギアチェンジの時の感触が少し硬めになるよ。2台同時進行は訳がわからなくならないよう、区切りのいいとこでやらないと、自分の場合失敗する自信しかないよ。ジェネレーター側もやるよ。こちらはさっきカブプロでやった同じパーツの交換だね。
ここにオイルが入っていて、今テンションがかかっているのでかなり硬いですね。ガチガチですね。なのでここのオイルを抜いてあげると、緩くなります。緩くなりますね。で、無印の方もここの状態とか、まあ多分問題ないでしょう。今回はガイドローラーの方は外してまで確認はしないです。あくまで交換はこれですね。結構ちゃんと当たるな。これなら平らなやつでもいい気がするんだけど、どうなんだろう。ものすごいちゃんと当たってますね。ここが平らにこう面で当たってますね。これはあんまり減ってないんで、ここのゴムが。このままちょっと使ってみますね。カブプロはここも変えたんですけど、無印はこのままでちょっとやってみます。まあ多分そんな変化があるようなもんじゃないんですけど、まあせっかくなんでね、2台あるんでちょっと比べてみます。無印のリア周りの外装を外してみることにした。一度も外したことがなかったので好奇心です。ところが意外と大変。結構リアフェンダーを外すのが大変。いろいろなところがうまく組み合わさっているよ。爪折りそうで怖かった。リア周りの外装が外せた。初めてなので思ったより苦戦。普段見ない姿にちょっと違和感。まあこれ結構大変。リアカバー外すの、いろいろと面倒くさい。ものすごい貧弱に見えるけど、でもフレームがここまでしっかり来てますんで、結構太いパイプでここまで来てるんで、だからあんだけ重い荷物乗せたり人乗せても大丈夫なんですね。実は一番やりたかったのが掃除。どんな状態になっているか気になっていた。このテールランプのベースが結構錆びるらしいよ。そりゃそうだよね、普通触らないもん。カブプロは錆びてそう。拭いているのはただの CRC。意外と汚れているシート下、たまに見てあげるといいかも。綺麗になって弱満足じゃ。こんなとこ掃除するやつそうはいないだろうね。満足したので戻していくよ。旧株と違ってあくまで外装とフレームが分かれているのは楽かもしれない。ここのウインカーはネジ1本でどうやってついているのか気になっていた。爪で引っ掛けて片側だけボルト締め、うまいことやっていると思ったよ。アイデンティティのキャリアがなくても、これはこれで、と思えるのが、株のカスタムベースとしての良さかも。まあ取り付けるけどね。いろいろパーツ交換したので試しにエンジン始動。最初はカムチェーンが暴れる音がするよ。しばらくすると静かになるよ。カブプロもイオンがないとよかったのに。次回、当てが外れたシンジ君は、寒さに震えながら作業を進める。ひたひたと足音を立ててやってくる。しと、追い詰められたシンジ君は、とりまエンジン下ろしとくべ。もはや一刻の猶予もない日没時間。え、午後3時でこの暗さ？夏の明るさが恋しくなる中、ついに腰下が下ろされる。次回、車の車検でお金ないからパーツとか工具とか買うまで時間かかりそうだから、ちょっと間が空くかもわからんでもないの巻。あらすじ、カブプロのイオンはカムチェーンではなかったので、ついに腰下を下ろすことにしたよ。前回腰上を外したよ。イオンには直接関係はない、と思いたい。結構綺麗なんじゃないかなと思うシリンダー。大きな傷は見当たらない。まずは配線やホースを外していくよ。JE07 は思ったより外すものが少なくて楽。
セルの配線やグローバイのホースとか、非常に楽ちんです。サービスマニュアルでエンジンのボルトを確認。3本のみのお手軽さ、これは楽勝ですわ。ここのボルトを外すとエンジンが外れます。上側2本は遮るものがないので楽。なおラスペネを事前に拭いておいたよ。それでも固着はしていたので硬かった。うわ、ここやりづら。キックペダルのシャフトやスイングアームが邪魔だね。おまけにここが一番硬かった。そして素直に工具を変更。エクステンションで延長して緩めた。とにかく硬い。ナットが無事外れたのでボルトの方にもラスペネ。ジャッキでちょっとずつ下げていくよ。ブレーキペダルがちょっと触ったけど、むしろ支えになってくれた。外したボルト、下側に行くにつれ錆がひどい。ピストンを外すよ。ピストンクリップを片側だけ外すよ。ウエスはピンが行方不明にならないようの保険。ピストンピンは思いのほか綺麗。ピストンも意外と綺麗。カーボンはついているけどそれほどじゃないかな。ひどい傷などはないよ。コンロットも平気そう。縦横とも型はなし。セルモーターも外すよ。昔、無印のを外してバラしてみたことがあるけど、意外と綺麗だった。なんか起きてる。なんだこれ。もう触るのは何回目だっていう箇所。さすがに覚えてきた。人でも外すよ。シフトドラムのピン、これも外すよ。なくすと大変だから全部外そうね。一部の車両ではここの部分のクランクケースカバーが削れて、ここの、このシフトドラムかな、これがガタつくっていう症状があるんですけど、これは多分大丈夫じゃないかな。そんなことよりなぜ一本残したし、後で探す羽目になる。うん、これは大丈夫、ここじゃない。ある程度個別にパーツは分けておくよ。なくさないようにね。本当は袋より箱の方がおすすめ。我らガスケットを救いたい。なんとか綺麗に剥がれてくんねえかな。こっち側のガスケットだけで1000円以上したはず。嘘です。頼む。ガスケット、無事行く。まだだ、まだいける。まだいける。全然余裕でまだいける。これぐらいだと全然余裕。うん、ちぎれたうちにも入らない、こんなの。いけるいける。あ、ちぎ、うん。大丈夫大丈夫、いけるいける。全然ちぎれてないから、こんなの。頼むよ。よしよし、いけるいける。これぐらいだったら直せる。こんなのちぎれたうちにも入らない。いいぞ。よし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 。よし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 、ここまで来ればもう、ん、あ、おっとす、あっち、よし、こんな感じで音にしよう。このバスケットは大丈夫大丈夫。うわ、思ったより来たな。やっぱ新品のガスケットを入れると汚くなるな。すんごい汚い。これ金属じゃないんですよ。多分紙ですね、やっぱ。ガスケットってすっげえゴミ出るんだな。実際ガスケットなのかはわかりませんが、思い当たるのがガスケットしかないので、容疑者として認定です。クランクを割るにあたって、ボルトの位置を把握しとくためにお絵描き。左右のクランクカバーはボルトの長さが同じだけど、
クランクケースは一部、長さが違うので、念のためです。早速ボルトを緩めていくよ。少しずつ均等に緩めなさいとのこと。しかし手持ちのソケットでは届かない箇所があるよ。しょうがないので 8mm のディープソケットを買ってきたよ。これで勝てる。さすがに使いやすくて問題なく緩んだよ。いよいよクランクを割るよ。使った道具はゴムハンマーのみ。叩いても大丈夫そうなところをこづいて地道に開けたよ。ガスケットは液体タイプなので変な固着はなかったね。ある程度開いてきたら手でこじったよ。無事ご開帳。果たしてイオンの原因はいるのだろうか。どこがダメなのかな。一応ミッションをタイラップでまとめたけど、結局外れちゃった。チェンジスイッチコネクターを外そうとしたけど、なぜかめちゃくちゃ硬くて外せなかった。キックペダルも外す。さあグリップを外して抜き取るよ。一度外したキックペダルを取り付けて回転して外すみたい。クランクの取り外しは工具がないのでひとまず後にするよ。そして怪しいと思っていたベアリングはこいつですね。こいつがちょっとゴリゴリいってるもん。音もなく指に伝わる感触もないんですけど、こいつはちょっともう、ダメっぽいな。こいつは多分イオンの正体はこれ。現状怪しいと思えるのはこのペアリングですね。さあここからどうすっかなって感じですね。せっかく腰下まで開けたので、こっちにもベアリングがついてるんですけど、こっちは2箇所ですね。一応こっちは大丈夫そうですね。このちっちゃいのと大きい方で多分大丈夫と思うんですけど、まあできれば交換はしたいですね。本当はこれも外すんですね。このニュートラルセンサーかな。なぜかこいつがめちゃめちゃ剥がれないので、今くっついたままですけど、若干こいつも怪しいかな。なんかゴリゴリは言ってないんですけど、そもそも元に戻せるのかっていう話ですけど、あーやれやれだぜ。次回、闇落ちしたピストンを救うべく清掃に乗り出すシンジ君。しかしあまりの汚さに思うように進まない。超絶妥協したのも束の間。今度はあいつが固くなに外れない。オイルポンプに号機が出撃するが、使徒の魔の手に落ち、なぜかバラバラに。果たして奴を外すことはできるのか。さっぱり綺麗にならないピストンと、その他もろもろ。そしてギア抜けの主役が顔を見せる。次回、あのピンどっか行った。くこの金さえあればパーツも工具も買い放題。一気に作業も進むってもんよ。てやんでー。もちろん車検で秒殺したよ。あらすじ、カブプロのイオンを求めて3000里、腰下を割って原因を探りたいが、車の車検でお金をごっそり持っていかれたよ。しょうがないのでひとまず清掃と各部の確認だね。まずはエンジンコンディショナーでピストンをつけ置き、さっきサビのエンジンマウントボルトをラスベネ付け、一晩そのままで次の日に清掃開始。とはいえピカピカにするわけじゃないよ。さすがに汚すぎるので大雑把に汚れを落とすよ。使うのは灯油。基本的にはエンジン外側の汚れ落としだよ。歯ブラシじゃ歯が立たないので真鍮ブラシにチェンジ。でも細かい部分は歯ブラシ。いつの間にかダークマターを生成していた。灯油に油汚れが蓄積するとこうなるんだね。エンジンをピカピカに維持している人は尊敬します。自分には無理です。シリンダーは特に傷もなく綺麗だよ。もともと不調というわけじゃないから、ここら辺は大丈夫そう。エンジンをバラストパーツ交換をしたくなるよね。さて付け置きしたピストンはどうかな？ピストンは今現在こんな金額。どうせなら新品と言いたいところだけど、かなり高くなっているよ。昨今の世界情勢も関係しているんだろうけど、家具とはいえホイホイパーツ交換は難しいね。なので使えるパーツは使う方向で行くよ。現状問題があるパーツはベアリング。こればっかりは交換しなきゃ話にならないですぜ。ラスペネで付け置いたボルト、軽く錆落としをしておくよ。
後でペーパーでもう少し綺麗にしておく予定。ヘッドの方も外側をサクッと清掃。バルブを外して掃除するかは悩むところ。結局専用工具が必要になるところは、ほぼ全部持っていない。状態なのでしょうがないね。この気にやってみようと思って始めたことなので、多めに見てください。クランクベアリングのスリーブ。ここも特に傷もなくセーフ。そして前回からさっぱり外れないこれ。どうもスプロケットの泥汚れが噛み込んでいる模様。清掃したらちょっとマシになった。まあ後で棒で押し出すんですけど硬かった。そしてあって後回しにしていたピストン。こびりついたカーボン汚れがさっぱり取れなかった。ようやく綺麗になった。こちらもうっすら擦れた跡はあるけど。再利用の予定だよ。交換するとしたらピストンリングかな？ベアリングの確認中に異変か。これは何かの陰謀に違いない。このベアリングは何ら問題ないんですね。こうスルスル動きます。このベアリングが今こうやって回していてもかなりゴリゴリしますね。こうやってももうゴリついてますね。今のとここれはまずダメです。これが原因なのかな、それともこっちのクランクベアリングも怪しいんでしょうか。ちなみにクランクを手で回すとこんな感じ。この状態で揺すっても特にガタはないね。ここのベアリングも交換するか悩むところ。コンロットも特にこれといったガタはなし。ガタについては横は多少大丈夫だけど縦はアウトらしい。じっくり見ているとベアリングが、一個だけメーカー違いのがあったよ。SKF というメーカー。世界的シェアを誇るメーカーみたい。ここ以外は全部 NTN 製のベアリングだったよ。反対側のクランクベアリングも NTN 製。どういう基準で使っているのかは不明。多分同じサイズなら大丈夫でしょ。さて今後邪魔になるであろうパーツを外しておくよ。ウォーターポンプレンチで挟むのがいいらしいけど、プラスチックタイプを持っていないので、オイルポンプで外してみるよ。ちなみに US は回り止め。ここのトルクは 1kg、比較的軽め。無事外れたのでほっとしたよ。大体自分の場合やらかすからね。このケースをこう横にするためにはこれが邪魔でしょうがなかった。ちなみにこのオイルポンプは中古品の使ってないやつですね。このマスキングテープかませただけでもここの動きが止まるので、でもちろんこれを周り止めが外れなく焦った。これをですね噛み込んで周り止めにしたんですけど、そしたらですね今度はこれが回らなくなりました。これ多分本当はくる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 回らなきゃいけないんですけど、ギアこれがもう噛み合わせが悪くなっちゃったみたいなんですね。でもこれは中古品ですから別に壊れたっていいんですよ。どっちかっていうとこの外すためだけに使ってるような感じなんで、なのでせっかくなんでちょっと分解してみようかなって思ったんですけど、そしたらこれめっちゃ緩いんですよ。こんな緩いわけないんで、おそらく前のオーナーさんがこれ一回分解してるんだと思うんですよ。なのでちょっとせっかくなんで一回中身見てみようかなって思います。よいしょ、こんな感じですね。中のやつが動くはずのを、無理やりギュッてやったので、多分ですねこれですね。ちょっと見づらいんですけど、ここら辺ギアがちょっと傷んでしまうので、やっぱこの方法は良くないですね。やるんだったらこうやってバラして中身だけを使ってここで止めて、いやこのギアすらいらないのか。とにかくこれがあれば OK です。またはこれに似たようなのを作るしかないんですけど、まあ、幸い自分はいらないオイルポンプがあったので、まあ、簡単に外せましたけど、もう一回だけ組み直してみて今度ちゃんと動くかどうかも見てみます。
お、回る。一応動かすようにできましたけど、多分これごと使うのは良くないですね。予備みたいのがない場合は、あんまり分解するのはおすすめしないかもしれないです。専用のツールがあるのかもしれないですし、ネットのフリマサイトやオークションでこのポンプを安く買っといた方が早いかもしれないですね。専用工具を買うってつもりで、この中古品のこれがあればいいので、これを買おうと思ったんじゃなくて、中古パーツのまとめセットに入っていたので助かりましたね。なお、ネットで調べた結果、一番多く見られたのがオイルポンプのシャフトを利用しての取り外しだったよ。やっぱりやることは皆似たような感じだね。悪名高き JA07 のミッションギア、果たして言うほど悪いのだろうか。 JA07 の対策ギアっていうのは、交換する際は確かこれかな、このギアとこのギア、これですね。なお、 JA07 用の対策ギア及びシフトフォークなどのガスケットキットは今も購入できるようです。ただし在庫があるとは限らない。あとはこれだったかな、あとシフトフォークを確か交換するはずで、これだったような気がしますね。で、今見てる感じだと、まあひどいのはここら辺がすごい削れちゃうらしいんですけど、このカブプロはそんなにひどくないのでは。ほとんど減ってない気がしますね。意外とちゃんと使われてたカブプロ。オイル交換が良かったのか、運転の仕方が意外と丁寧だったのか。一番多分このギアの噛み込みで感じるところは多分これですね。こことここですね。ここの受けですね。これがこうか、交換で動くので、ここの噛み込みが甘くなると、そうするとギア抜けがしやすくなる。で、対策品はこの、これなんていうんだっけな、ドグ、この出っ張りですね。これがすり減ったりしちゃってダメになるんですけど、対策品はこれが、確かこれ今4つしかないんですけど、6つぐらいになってたはずなんですよね。でもこれを見る限り、これ、このギアはなんか減ってるとかそういうのはないですね。すごいちゃんとしてます。意外と優秀ですね。せっかくあげたら交換した方がいいっていう話にはなるんですけど、まあ多分お金の関係もあって交換はしないですね。全然問題なく噛んでますんで、特にひどいようなとこも見当たんないですね。このギアとか見てても。なんか欠けてるってわけでもないし、そもそも欠けてたら多分普通に動かないんで、目視で見てても綺麗なもんじゃないですかね。突然目視で判断できるようになったスーパー素人バッタン。シフトフォークもやっぱりこれは大丈夫じゃないかな。ところでこちらのパーツ、前回取り忘れていたシフトドラムピン、シフトドラムピンじゃないか、たった一人残された彼の生存を確認。5本中4本取り外したにもかかわらず、しっかり1本残すミステイク。そして時は進み、編集時に気づいた彼を探すと、この前の動画編集の際に気づいたあの1本取り忘れてるやつだったんですけど、あれがですね、今確認するとないんですね。袋に入っているわけでもないんですけど、ちなみにここのパーツはまた別です。これは違います。今この撮っているのは別の日に撮っているので、ちょっと時間が空いてるんですけれど、ないです。おそらく袋に入れてパーツをですね、外にまとめておいていたので、そこら辺に多分凝ってるんではないかなと思うんですけど、ちょっと探してはみます。あ、よかった、あったじゃん。全然違うとこ混ざってた。助かったぜ。よーし、これでなんとか無事見つかったので。あまりに華麗にすり抜けるシフトドラムピンし、マジックかな。違うの、こういう風に手のひらポンポンしたかったの。砂利の上、ぼったちでカメラの画面越しでやることではない。ほら見たことか、砂利にパーツを落とすのがどういうことか。かの本田宗一郎も言っていたでしょ。
チャリ道で、落としたパーツ、見つからない?言ってないです。ちなみに砂利道に落としたくないものに限って、みんなダイブするのが自然の摂理。面構えが違う。あ、マジでわかんない。はぁ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとですね、マジでなくしました。全然わかんない。完全に宝探し状態。まるでわからんぞ。しばらくトレジャーハンターになったよ。マジかよ。あ、なんか靴。あった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 、これだ。え、ついてるよな。あ、よかった。あったあったあった。これがシフトドラムに、刺さっているやつで、これが細いのがこの腕に刺さっているやつですね。そしてさっき見つけたのがこれですね。これで、なんとか、セーフですね。中古のやつを一応持ってはいるんですけど、やっぱり元々使っていたやつを使いたいのと、もし新品にする場合はこれ1個で300円だったかな。実はこのピンめちゃくちゃ高いんですよ。なのでちょっとこんなのね5個も買ってられないので、元々ついていたやつをちょっとなくすのはですね、かなり痛手なんで、見つかってよかったです。次回エンジンと戦うには新たな武器が必要。そこでイブアシリーズの購入を決意するシンジ君。ところがカブプロばかりを触っていたことに怒った無印が突然の謀反を起こす。さらには到着したイブア量産機に異変が。いや、汚いにも程がある。新型イブアを全く乗りこなすことのできないシンジ君。ボルトを締め上げるだけ。ただそれだけに苦戦する男の戦い。へそを曲げた無印はどうなるのか。ジジェー。あらすじ、カブプロのイオンを求めて腰下分解、様々な専用工具が今立ち上がりベアリングと戦う。出てきましたのはヤフオクより召喚したベアリングプーラー。もともと持っていたベアリングプーラーではクランクのベアリングが取れない箇所があり、今後も使う機会はありそうなので購入。安物だけど見た感じで悪くなさそう。ただ使い方は知らないのである。ちなみにこの工具を買うときに安物でいいかなと思って調べたんですけど、安物の場合は多分ヤフオクが一番安いですね。もうありとあらゆるサイト、フリーマサイトとかアマゾンや楽天とかモノタロとかウェビックとか調べたんですけど、多分ヤフオクが最安。だいたい3000円から5000円ぐらいで売ってるやつって多分全部一緒なんじゃないかなって思うんですよ。調べるとですね、もう出てくる画像が全部一緒なんで、同じところから買ってるんじゃないかな。仕入れてる先が同じで、若干の差はあるにしても単純に利益の求めてる差なのかな。あとはこいつが使えればもうそれで OK です。軽い清掃と注意をしたよ。別の工具を取りに行こうとしたら無印に異変が。いきなりウインカー学長。これくらい直すのは余裕ですわ。ゴミ箱から替えのバルブをハント。間違いなくバルブが切れているに1万ペリカ。しかしジジェー、これは間違えてますね。一応外してみた。再度戻したところ、まさかの接触不良。確かによく見るとフィラメントは切れていなかった。全く手間取らせやがって、ペ。そして引き取ってきたのが機体の新人、クランクセパレーター。これがないとクランクを外せないのだ。ヒートガンや人によっては叩いて外す人もいるので、やり方はまちまちのようだよ。しかしここで悲劇が。当初のセット内容と比べて、なんか足りない。袋にも残りなし。ボルトが3本不足してますね。M6 のアダプターというのがついてくるらしいんですけど、どう見てもないですね。作業が進まないので、とりあえず清掃したけど、とにかく汚ねえ。先にベアリングだけ取り外すことにしたよ。このタイプのプーラーは使ったことがないので、いろいろ調べてから作業に移り、ちゃんと失敗しました。とはいえ大ごとになったわけではなく、純粋に使い方を間違えたよ。この映像の時がやらかしている時、上側のボルトを締め付けるだけになっていた。簡単に言うとスペーサーの調整をミスっていたよ。ベアリングを引き抜く分の隙間を確保していなければ、いくら締め付けても抜けてこないからね。
だがここでもベアリング童貞のシンジ君は、経験のなさから疑ってしまう。このパキパキと音を立てているのはうまくいっているよ。とこのように非常に怯える始末。壊していないか超不安。整備先輩には笑われてしまうが、これぞ素人の本領発揮。壊したら切腹もの。その恐怖心との戦いこそが素人の最大の敵かもしれない、と同時に最大の理解者とも言える。もうよかった、取れた。というわけで1箇所クリアしたので、あとは気軽なもの。ボルト止めされている箇所もやっつけたろと、調子に乗るがそこはうまくいかず。ネジロック剤かな。道理で硬いわけだ。ネジロック剤先輩に頭を冷やされたおかげで、冷静になって慎重に作業を進めた。さすがに今度は失敗しなかったよ。ここの部分はベアリングが緩めなのか音がしなかったよ。残りの2つも取り外し、安物工具だけど使用には問題ないよ。正直全く使えなかったらどうしようと思ってた。大きめのベアリングも問題なく抜けたよ。むしろこのくらいのサイズの方が楽。なんとかベアリングは外せたんですけど、やっぱりですね、これですね。これがゴロゴロするやつですね。それ以外は、まあゴロゴロはしていないので、あ、若干怪しいな、これ。怪しいっちゃちょっと怪しいのかもしれない。素人にはちょっとわからないな。新品と比べてみないとわからないんですけど、少なくとも素人でもわかるのが、このやっぱゴロゴロいってるやつですね。これですね。まあ簡単に言うと、これだけ交換すれば多分、異音は解決するんじゃないかなと思うんですけど、この通りもう取ってしまったので、サービスマニュアルにはもうこれ、再利用はするなって書いてあるんで、まあ、新品を買ってはめるしかないんですけど、さあどうすかな。クランクを、このクランクセパレーターがですね、欲しかったパーツが入っていないという不良だったので、クランクをちょっと外せないので、クランクを外せるようになってから、さらにそこから、そのクランクベアリングをどうするかっていう話になるんですけど、さあどうしましょうか。やっぱ理想は、ベアリングは一回全部外して交換なんですよね。それがやっぱ安心して乗れるんですよ。ギアの方は大丈夫そうなので、もう本当に本来交換をしたいというのはこのベアリングですね。ちなみにパーツ不足だということを相手側に伝えたところ、写真をよこしてほしいとのことでしたが、開封動画を撮っていた自分はこれ以上ない証拠を送りました。そして早速清掃。謎の汚れが凄まじい。さすがに汚すぎるので本腰入れて清掃。価格の安さはこういうところも含めているのかな。汚っ。そもそもこれハマるのかって、ハマんなかったら困るんだよな。やっぱ値段が安いなりの精度って感じですね。ネジ山つぶりでね、これ。結局ネジ穴の掃除も兼ねてダイスやタップを立てたよ。それと必ず油をさしてあげようね。そのままだとあっという間にかじるよ。おっ、これ全部金属だ。バリがすごいのか、たくさん出てきたよ。清掃が終わったので早速クランクを外すよ。高さの調整にちょっと苦労したけどいけそう。いざ締め付け開始。もう音にひるまんぞ。一気に外してくれる。怖っ。でもやっぱまだ怖かった。手応えはだんだん緩くなっていくのでちょっと安心。無事外れた。ベアリングのスリーブも綺麗。なんとかクランクは外すことができました。で、クランクのベアリングなんですけれど、さすがにここはスムーズに回るし、なんともなかったですね。ここのベアリングが本当に少しでもゴリゴリしてたら、多分もっと広い異音というかエンジン音だったと思うので。ということは原因はですね、やっぱり一個だけちょっとゴロゴロしてたあのベアリングが原因っぽいですね。このベアリングですね、もう工具の一部という慣れの果てになってしまいましたけど、このベアリングが株プロの
イオンの原因と断定ですね。長々と動画にしてきましたが、ついにイオンの原因が完全に判明。一個のベアリングで偉いことですわ。これ一個のためにエンジンをバラさなきゃいけなかったんですけど、まあしょうがないですね。ただ問題なのはこのクランクについているベアリングって交換した方がいいんですかね。もうね、これ外すってなるとこのスプロケを外さなきゃいけないんで、これがねかなり大変らしいんですよ。専用工具も新たに買わなければいけないんですけど、ちょっとねうまく外せたり戻せたりできる気があんまりしないんだよな。大体の人がもう熱ではめたりするって感じで、それが一番いいっぽいんですけど、ここのベアリングの寿命がですね、ちょっと自分はよくわからないんで、もうここまで来たら交換するか、それとも変にいじらないでここのベアリングはまた元に戻すか。クランクのベアリングってこれ外したらこれって再利用ってことなんですよね。多分本当は新品にした方がいいと。ここのベアリング4つは交換ですね。クランクベアリングはどうすっかなって感じですね。悩むな。次回、次々と必要になる専用工具、オークションとにらめっこをしすぎて夢の中でもハンマープライス。新生ベアリング軍団も到着し、イオンの原因ともおさらば。しかし未知の工具を前にして心を閉ざすシンジ君。もうベアリング眺めてるだけでいいかな。激烈に弱気になる彼に立ちはだかるさらなる脅威。果たして言うことを聞かない工具とベアリングをなんとかできるのか。次回、助けてドラえもん。あすじ、カブプロのイオンを直すために腰下分解。いよいよベアリングも交換、そしてクランクともご対面。今回もいきなり新たな仲間が登場。その名もギアプラーセット。もちろん使い方とかもこれからだよ。果たしてうまいことベアリングを外せるのか。失敗するビジョンしか見えないよ。とりあえず仮組みして状態を確認。案の定このメインボルトがバリがあってヤスリで削ったよ。もはや驚くこともないね。そしてまたしても新人が到着。華麗に開けてくれる。己を盛り高ぶった梱包箱め、中身はベアリングだよ。ベアリングは純正パーツではなく市販品、かなりお安く買えます。純正だとこんな感じになるよ。2000円近く差が出るね。新品のベアリングが来たので比べてみようかなと思いますね。で、通販なんですけど、ベアリング専門店みたいなところで買ったんで、箱じゃなくて袋で来てますね。実際にこうある程度使ったこのベアリングと型とか滑りの良さをちょっと見てみたいと思います。上の方が新品で、下の方が今までついていたやつですね。特にダメなのがこれですね。これが原因でこんなことになってるんですけど、外したベアリングが全部が全部ひどいってわけではないんで、わっ、すっごい、こんな回るのか。あー、やっぱ違うか。めっちゃ回る。そしてめっちゃ回るのにこの指に伝わってこない。この動いてるっていうのか、動いてるかどうかもよくわからない。これはゴミですね。あー、やっぱ正常なのってちょっとわからないな。もうこんなことした程度ではね、素人にはちょっとわからないな。大丈夫なんかっていうぐらい回るんだけど。今までついていたのはここに台湾って書いてあるんですよ。これわかりやすいか。台湾って書いてあるんですけど、古いのは全部台湾製で、新しいのが一応ジャパンって書いてある、日本製ですね。こっちはあの新品なんで、一応ですねラスペネを吹いてみたらですね、動きが全然違いますね。めっちゃよく回る。さらに静かになりました。試しにですね、この古い方にもこうやって油を刺そうかなと思うんですけど、フレのですねこれちょっとつついたこの感じですね、押して動かしてる感じがもう全然違うんですよ。古いのって、新品はですね押した感じがものすごい抵抗がないですね。回転がやっぱ全然違いますね。やっぱ全部交換した方がいいですね。ちょっと期待が持ってます。もうクランクのベアリングを買ってしまったので交換ですね。もう交換をするしかないと。これも信頼と安心の日本製ということで、あとはこれは取れれば OK。 ベアリングは全部冷凍。友人よりお借りしたビームライフル、これがあれば100人力。見せてもらおうか、連邦軍のなんか熱いやつを。早速試しにどれくらい温まるか見てみる。弱と強の切り替えがあるよ。弱でさらっとやるくらいだとぬくい。しばらく弱で炙り強で加熱してみた。冷やしたベアリングをイン。
目が足りなかったみたい。お風呂のベアリングで打ち込み、ここは軽く叩いただけで入ったのでよし。もう一つも投入だが、ウイジンで火をたためか全く入らない。これではソフトを板のと変わらないじゃないか。そのくせもう不動強、びくともしねえ。結局叩いて入れることにしたが、スコと入るという予定だったため、工具すら用意してない。サイズの合わないソケットで何とかしようとするが、これが悲劇を生む。大体当てって打ち込む必要なかったんだよね。完全に勝ち戦と思っていたのに、不意打ちを食らった今川義元状態。マロは焦っておる。なんとかせい。なんとかした。一応それっぽくは見える。実は良くないよ、切腹。とりあえずもう片方もやるよ。置いただけ。結局ただの打ち込みなんですけど、このアムロ1ミリもガンダム動かせないんですけど、ガンダムの操作が苦手なアムロと逃げ腰のシンジ君が融合。ただのやべえやつが爆弾。この時点ではうまくいったと思ってます。全然使いこなせないビームライフル、やっぱり叩き込む羽目になる。正直失敗する確率は高いと踏んでいたけど、思いのほか予定通りにいかなかった。それではお聞きください。多分失敗しますね。こんなもんなんか。スムーズって言いやスムーズなんですけど、こんぐらいの音は普通なのかな。普通じゃないです。これがもう片方で、まあ一応全部スムーズなんですけど、これはね、多分うまくいってるんですよ。全部ね、4つのうち3つをですね、なんかミスってるっぽいな。っていうかあれですね、これ相当熱さないとダメですね。スコって入る感じじゃないですね。全部冷やしてたんですけど、俺らごとな、なんかうまくいってる気がしないな。打ち込みもちょっとね、スコって入るっていうことを前提に考えてたんで、全く用意してなかった。失敗ですね。とりあえずケースは後回しにして、大物との対戦であります。果たしてうまくいくのかな。ベアリングセパレーターを締め付けていくよ。音が鳴ったら成功。もう少し締め付けていってベアリングを浮かすよ。隙間が開いたか確認中。ある程度セパレーターがベアリングに潜り込んだら、このレールガンみたいなやつでベアリングを引っ張るよ。結構力がいるので怖いのだ。クランクがくるくる回ったら成功だよ。小躍りしようね。緊張。うまく取れたね。マジで安心したよ。まあこの後偉い目に遭うんだけどね。あまり見る機会もない部分なので確認。なるほど、中央はせり上がってベアリングと合体するんだね。目印をつけるためにダッシュ。タイミングスプロケットに印をつけるよ。よく振ってキャップを飛ばしましょう。 JE07 はウッドラフキーとスプロケの山側が合うようについてるよ。ウッドラフキーの直線に出っ張った部分がくれば OK。これで外すか、こっちで外すか今悩んでるんですけど、ここに食い込むというか、この刃の設置面積を考えると、こっちのプーラーよりは、こっちのプーラーの方が、こう、支える場所が多いので、こっちのプーラーで外すのかなってちょっと思います。こっちだとね、ちょっと面積がね、狭すぎるんで、これはどうかな。3本ぐらいにしか当たってないんですよ。まだね、こっちの方が面で当たってる感じするんで、こっちで引っ張って、もしダメなら、まあちょっとこっちも試してみようかなって感じですね。タイミングスプロケットは硬いと有名なので、ある程度熱してみるよ。熱したおかげなのか意外とあっさり外れたよ。あ、とりあえず取れた。ありがてえ。取れた。やっぱ熱さないとダメなんだ。がっつり熱さないとダメだ。ベアリングをもっとやればよかったんだ。うわ、熱っ。こんぐらいやんないとダメなんだな。なっても90度、100度ぐらいなのかな。ベアリングは120度でダメになるそうです。気をつけようね、オート。
タイミングスプロケ打ち取ったり。うん、歪んでないですね。あ、よかった。こいつめちゃめちゃ、やっぱ材質的に硬いんですね。残っているベアリングも外すよ。気持ち的にはもう余裕。まだか。まだなんか。ベアリングが緩む音を待っています。ところが。あれ、こっちの方が硬くね。温めた方がいいかもしんない。すると。ビビった。やってる最中になるとは思わなかった。というわけでうまく緩んだよ。これもしかして言ったの？あ、外れた。かなりいいのかな。こうやって。緩いぞ。よし。はい、取れた。よかった。取れました。もう純粋にここを挟んで取ったので、叩いたわけではないんで、変なダメージはないので、外したベアリングなんですけれど、多分ね、やっぱここはね、問題はなかったっちゃなかったのかもしれないですね。こう、ぐっと外してしまったので、若干もうザラザラじゃないんですけど、少しね、ダメージが入ってると思うんで、もう絶対これは再利用はできないんですけれど、やっぱこいつらは大丈夫だったかなとは思うんですよね。ヒートガンがめっちゃ役に立ちました。間違えてガチガチに凍らせた冷やしたやつは大体こんぐらい。外した、まあ常温というか多少熱してるやつはあんま変わんないかな。いや、やっぱ違うか。ここで熱することが大事だと知った僕は、とんでもない博打に出る。あまりにも大胆、あまりにも乱暴。それがこちら。血迷ったか素人。これは危険。違うんです。2分くらいで済ますつもりが、YouTube を見ていたんだ。そしたらすっかり、俺は悪くねえ、俺は悪くねえ。悪いのはショート動画だ。あ、そうですね、そりゃ入りますね。もちろん反対側も。よしじゃねえよ、よしじゃ、二人とももう絶命だよ。サービスマニュアルの指定だと、こっち側は刻印が見えるんですけど、こっち側は刻印をですね、クランク側に向けてつけるようにっていう風に書いてあるんで、そういう風にしてます。しっかりと炒めたベアリングがどんな感じになるかというと、ダメだこりゃ。次回、ベアリングをことごとく壊すシンジ君、まるで熱の管理ができない中、ダイソーに助けを求む。あらゆる手段でなんとかインチキしようとするが、ただの耐久試験会場と化すお部屋。困り果てたシンジ君は謎の物体を建築する始末。二度と戻ることはないという固い意志を持つ、タイミングスプロケット。素人が七転八倒の末に迎える結末は。次回、もうベアリング見たくない。あらすじ、カブプロのイオンを直すために腰下分解、ベアリングを片っ端からダメにしたのでやり直しの巻。振りすぎやろ。ということでベアリングを召喚、純正ベアリングなら危うく昇天するところであったぞ。いつものごとく華麗にピリリ。購入は前回と全部同じ。まずは埋め込まれたベアリングを取り外し、もう取るのに何の躊躇もないアサシンとかす。どうでもいいスキルだけが上がってく感じです。改めてはめていくよ。前回よりしっかり熱するのだ。ベアリング投入。これがやりたかったのだ。貫類、この勢い大事。続くの邪魔なのもの。言ってるそばから半端にはまりおって、でも素直に入っていったのでよし。最後に軽く確認を兼ねて打ち込み、大丈夫みたい。今回は道具も揃えていたので問題なし。心も備えていたので取り乱すわけもないのじゃ。
これこそ失敗の賜物、勝ったながはは。次はクランクベアリング退治。秘密兵器のジップロック登場。今すぐにでも倒してくれる、その気持ちが抑えきれない。なおオーブンは余熱も兼ねてパンを焼く。温度管理が難しいなら、温度管理が楽なものを使えばよい。自分、天才ですから、満身。とりあえず4分ほど煮込んでみる。いざ尋常に勝負。やったか。斜めになってる。まだだ、まだ反対が残っている。くらえ、ファイナルベアリングアタック。という夢を見たのさ。さすがに4分ではカップラーメンしか倒せない。10分だ。まだ3分ぐらい、3分4分なんで、完全にジップロックの耐久試験になってるんだけど。そう、ジップロックは耐熱温度が100度。ジップロックが行くか、ベアリングが茹で上がるかの勝負なのだ。温度呼ぶ。めっちゃ怖いこれ。ちょっとお湯でやるのはやめた方がいいです。普通にこのジップロックがいつ破けるかっていう、そっちの怖さの方が失敗した。というわけでまさかのジップロックとのチキンレース。袋がやべえ。なんか袋が死にそう。頑張れジップロック。10分。ダメだった。しょうがないのでダイソーで温度計を購入。紙でもおおよその温度が分かれば、全く分からない状態よりはマシ。まずはちゃんと動くのかチェック。一気に温度が上がっていくね。ストーブの天板は200度以上にはなるらしいよ。この状態だと20度以下。結局ヒートガンで温める。軽く炙ると60度くらい。ヒートガンは近距離でこそ高温になるけど、少しでも話すとぬるくなる。本番。成功。CRC などのオイルをスプレーして、熱して軽く煙が出るくらいが良い塩梅と見た。こちらも成功。特にダメージもない、余は満足。ちなみに、今日でやるとものすごい勢いで温度計がやっぱ上がりますね。表面上は相当、一気に熱くなります。むちゃくちゃ熱くなるってわけではなさそうですね、まあ、ずっとやってれば多分200度ぐらいは平気でいきそうなんですけど、ほんのちょっと離しただけでも温まり方の感じが弱くなるので、なかなかこのいまいちピンとこないですね。この温度の上がり方が、放射測定温度計とか赤外線温度計があった方がいいかもしれないですね。ヒートガンとのセットっていうのは大事かもしれないですね。温度が分かるようにするっていうのは。こいつに関しては本当にヒートガンでは歯が立たないと、もう動画でみんなやってるんですけど、もう直接バーナーで炙るとかしてるぐらいでようやくハマるらしいので、こいつはもうちょっと別のやり方でやろうかと思います。焼けるが良い。だがしかし意外と温まんないな。試しに軽く添えてみる。かなり手前の部分ですでに入らない。全然入る。その後も時間を置いて試してみたけど、絶望の隙間。無駄と分かっていてもやっちゃう。最終的に圧入も試すも、ビデオみたいになる。頑張ったが物理的にここまでしか押し込めなかった。しょうがないのでやり直し。いやー、さあどうすっかなこれ。オーブン、君に決めた。きっと彼なら熱してくれるだろう。おや？全然ダメ。ダメだな。もはや一切の躊躇も冒険心も捨て去った。地獄の炎で焼き尽くしてやる。なんとかハマった。最初から火を使うのが正解だったみたい。そして気になるのがこれ。タイミングスプロケットはちゃんと合う箇所に入ったかな？スプロケの山側とウッドラフキーが合えば OK。ただどう見てもずれていたので、もう一回。もう慣れたよ。もはや恐るるに足りん。そして改めてチェック。
どこまでのズレが許容範囲なのかがわからないので。一応やり直したけど。これくらいが限度かな。クランクケースのベアリングスリーブは、右と左で若干大きさが違う。サービスマニュアルには右のクランクケースに先に入れると書いてある。左のケースは後からはめるだけ。だいぶ適当計測だけどサイズ差があるね。サービスマニュアルに書いてある通り、右のクランクケースに先にクランクをくっつけた後にこっちを、かぶせる感じになります。本来はクランクインストーラーとかを使って、ここにはめるんですけど、熱で広げてはめてるっていう人もいるので、自分もちょっとそうしてみようかなと思います。ちなみにクランクはどっちもうまくいきました。ちゃんと熱さないとダメですね。これが分かってればもうちょっとすんなりいったんですけど。タイミングスプロケットを一回外してベアリングを交換した際に、戻すのに一番大変なのがやっぱこれだと思うんですね。タイミングスプロケットが一番大変だと思うんですけど、ここの山ですね、これとここのウッドラフキーが一直線になって、でここが本当に、あ、ちょっと見づらいな、見えないな、ここに中心があるんで、こことこのウッドラフキーの中心がまっすぐこういって、タイミングスプロケットの刃がまっすぐになれば OK なんですけど、これぶっちゃけですね、多分厳密に言うと若干この画面で言うと右に寄ってるんですよ。ほんのちょっと1ミリもずれてないかな。ものすごい本当に多分ちょっとだけ右かな、気持ちで。これが右にずれてるでしょっていう風に撮るのもすら難しいんですけど、もちろんこの一山ずれてるとか、この谷の部分に来てるんだったらまずいんですけど、多分この今自分が戻したこのぐらいだったら問題ないんじゃないかなと思うんですよ。最終的に組み上げた時のカムスプロケットを見た時にずれてるかずれてないかが多分はっきりわかると思うんですけど、まずですね、これ以上まっすぐに付け直す自信がないのでこれでいきます。もう何回もやるとですね、また多分ベアリングダメにしたり、下手すとこのタイミングスプロケットは歪んだりする可能性があるんで、個人的にはですね、もう何回も見たんですけど、多分これで大丈夫だと思うんですよ。っていうか、むしろこれでダメってことはないと思うんですよ。マシンに合わせた方がいいんですけど、そもそもそのマシンに合わせ方がよくわかんないし、測るたんびにその、いや、右かな左かなってなっちゃうんで、この中古のですね、この手元にあるこういうので引っ掛けてですね、したりもしたんですけど、要はこのチェーンが引っかかるんですけど、このチェーンが引っかかるって言ったって、ここの例えば 0.5 ミリずれてるってなった時に 0.5 ミリのずれって言っても多分ね、ほとんど差がないんじゃないかな。チェーンの形が決まっちゃってるんで、収まるようにしか収まらないんですよ。これがまっすぐになってればいいんですけど、これがこう、こんな感じの、これがこうなってたらどうなんだ。これ今右を上げたんですけど、こうね、でもこれでバルブのタイミングがどこまでずれるかっていうと、バルブの方までこれ見ると若干遊びがあるんですよ。ガツって引っかかるところまでの遊びがあるんで大丈夫なんじゃないかなと思うんですよ。なんか調べたらですね、レースとかする人ってこっちで調整をしちゃうんですね、ここの穴の調整で。なのでここって結構いい加減らしいんですよ。ある程度揃ってればいい。最終的な細かい調整はカムスプロケットでやるっていうんですね。まあ、とはいえレースをするわけではないんで、もう穴位置も決まってるんですけど、これを組み付けた時にさ、どれぐらいずれるかなっていう、素人がやったらどれぐらいずれるかっていうのもまたお楽しみで。長々と語りましたが、結局組んでみないとわかりません。マッスルドッキング、ここは意外にも一発成功。気になるタイミングはどうかな。仮組みですけど、バルブのタイミングはこんな感じですね。まあ、ほとんど線が合ってるかなって思います。で、心配していた、やっぱり大丈夫そうですね。これちょっとなんか斜めになってるように見えるんですけど、結構まっすぐ合ってますんで、だいたいここがまっすぐなってて、で、ここのウッドラフキーが、まあだいたいこっちまっすぐ向いてますんで、それで見るともうほとんどまっすぐなんで大丈夫かな。大丈夫ですね。仮組なんですごい見た目になってますけど、
ここが一番左に向かっている状態が上視点になるのかな。そこでここが合ってれば問題はないかなって思いますね。クランクはこの通りだよ。スルスルだね。かなり語りましたが不安との裏返しだね。似たようなことをする方に多少なりとも参考になれば幸いだよ。次回いよいよクランクを装着することに成功したシンジ君、ミッションを入れて本格的な組み立てに入るはずだったが、ここまでのんびりやっていたツケが回る。セイレの陰謀に天候までもが立ちふさがる。誘惑する黒騎士と肝心なパーツはさっぱり来る気配がない。在庫ありがなぜか取り寄せ品に変身する謎。初めてのミッションに慌てふためく、そして絶望する。次回ガスケットがね。あらすじ、カブプロのイオンを直すために腰下分解、ついに腰下の組み立てに入った。いつまでやってんねん動画、許して。組み立て前にチョックラ計測、シフトフォークやシフトドラムなど計測だよ。使用限度内なのでこのまま再使用だね。実際はかなりの箇所計測しないといけないよ。今回は簡易的な計測のみ。もともとの原因はベアリングの方だからね。今回はギアまで全部バラしてチェックするっていうことまではしないことにしました。一応ですね、この状態でバラバラになっちゃうやつっていうのはこれですね。ここのワッシャーは簡単に取れちゃうんで、あとこれですね、これが簡単に取れるやつなのでちょっと気をつけた方がいいかなって感じなんですけど、それ以外はもうそうそう簡単にはばらけないようになってますんで、まあ、組み込むことも考えればこのままでいいかなと思います。このギアが極端に何か減ってるっていうものでもないですし、ものすごい簡単な計測ですけど使用限度内にはなってたりするんで、このシフトフォークとかも大丈夫でしょうと。サービスマニュアルを見る限りだと組み方が LR のシフトフォークがそれぞれここですね。まあ実際クランクケースにちょっとつけてみないとわかんないんですけど、まだ取り付けていなかったボルトを取り付けるよ。ネジロック材を塗布して締め付け、組み込む前に各ギアにモリブデンスプレーを吹いておく。一応サービスマニュアルに書いてあるのでやっておいたよ。ベアリングにもオイル注入、緊張のドッキング、ベアリングターン、死なないで。そう念じながら挿入。うまくいっているのかわからないこの気持ち、完全におっかなびっくりで触っているよ。一生懸命シフトドラムを回そうとしているけど、シャフトの方を回さないとシフトは動かないのだよ。エンジンを立てて動かしてみる。シャフトがスムーズに回れば OK らしい。ロックプレートは固定しても逆回転するとすぐ外れちゃうけどええんかな。まあ普通バックなんてそうそうしないもんね。もちろんここでもオイルをつけておく。トリマひたひたにしておけばいいっしょ。動きが滑らかになった。次にやっておかなければならないのがこれ、カムチェーンガイドスプロケット。外すときは比較的楽だったけど取り付けは大変だった。今回は中古のオイルポンプのシャフトを取り外し、それを 8mm のレンチで回すことにした。しかしこれが底辺なことになってしまう。片方を押さえながらもう片方を締めるのは至難の技。このちっこいパーツがすぐ落ちてしまう。スプロケの周り止めに割り箸とか使ってみる。だがうまくいかない。うまくいかず、お子ちゃまになってしまう。実際は前回外した時のように、オイルポンプごと使えばいいだけなんだけど、レンチを使った方がいい、という謎のプライドが邪魔をする。最終的には手に持ちやすい、いつものオイルポンプの形で締め付けた。これだとあっという間だった。まずはいつものごとくペリペリチャレンジ。気を取り直して開封。 JA07 のクランクは液体ガスケットだよ。選ばれたのは3ボンドでした。モノタロウで調べたらめちゃくちゃ出てきたので迷った。元のシール材に近いものを選んだつもり。あと安かった。一回練習してみる。
それとノズルの向きの確認。どんな風に出るのかを見ておかないと。失敗する自信しかない。どうも切れ目に沿ってなぞると細めに出るみたい。難しいなこれ。多分普通に使うと上のように出るのだと思う。加工をしてちゃんと使った場合の方が細い。見せてくれるわが実力を。あ、これ難しい。難しかった。あー、なるほど。確かにこれは回るお皿が欲しいな。回る台が欲しい。ひたすら直線に引くのはまだしも、カーブなどはシール材が途切れそうになるので対象物を動かしたいが、そうすると回転する台が欲しくなる。なおここの塗り方としては、そのままケースをかぶせるのと、指やヘラで伸ばす塗り方の2通りの派閥があるらしいです。自分は均等に伸ばせる気がしないので、今回は生まれたまま先方でいきたいと思います。カブのクランクの場合、思ったより細くつけないといけないので、ノズルを加工したのは正解でした。だいたいこんな感じですね。まあ難しいですね。量も多いのか少ないのかがちょっと分かりづらいんですけど、あんまり多すぎてもダメだし、少なくてもダメだし。緊張の一瞬。ちゃんとハマるんだろうか。実際この作業中は緊張で汗だくだった。シャフトの部分のベアリングが角度が悪いとなかなか入らないよ。ある程度入ったらゴムハンマーで叩く。ビビって側面ばかり叩いても入らないので、表面を叩いたら入り始めた。ここら辺からちょっと安心できたよ。なかなか入っていかないと焦るものだね。均等に叩いてケースを密着させるよ。シール材がどの程度はみ出ているかの確認。ケースを開ける前もこんな感じだったので良しとするよ。開けた時に内側にも少しはみ出ていたからセーフでしょ。そして久々の登場のボルトくん。ついにクランクケースを閉じる時が来たのだ。このシリンダーの上の部分になるボルトだけはちょっと長いですね。一応この状態でも動くかの確認。締め付けていくよ。トルクは 1.2kg。 そしてここで新たな追加パーツ。絶対見ないとダメなパーツたちである。ガスケット、パッキン、グリップ類。中には再利用でもいいものもあったけど、せっかくなので交換。スプロケの部分のオイルシール、厚みは約5mm。 取り付け部分の深さは約7mm。あんまり打ち込むとベアリングと接触するので、ほどほどでいいっぽい。使用済みベアリングで打ち込んだよ。多分これで十分です。この後調子に乗ってさらに打ち込んだけれど、私は元気です。チェンジペダル部分のシールも交換。こちらもオフルのシールで押し込み、軽く叩いて完了。ここのパッキンなんですけど、どれぐらい押し込むのかすっかり忘れてしまいまして、動画で確認したらここ少し斜めになってるんですけど、そっから辛い位置ですね。なのでここはそんなに押し込まなくても大丈夫です。斜めから見るとこんな感じ。うわ、超くっついてる。これ剥がす必要ないんじゃないかな。せっかく買っといてなんだけど、どうしよう。これめっちゃくっついてる。どうしようかな。でもな、一応買ったので、やっぱり剥がして交換をしようと思います。なおこの選択がこの整備の中で現状最も辛い作業となります。ベアリングの失敗とか目覚めくらいめんどくさいです。買ったこれ。一切剥がれる素振りがないんだけど、すんごい。これガスケットの鏡やん。うわ、外したくな、これ。すごい、これこんなにくっついてるガスケット初めてなんだけど、怖え。これほとんど一体化してるやん。勝った。もうちょっと
少しでも破けんならまだしも。完全に手を出したことに後悔するが、出しちまったもんは仕方がねえ。なんとか剥がすまでこの戦いはやめられない。一部綺麗に剥がれたが残った部分の守りは、ディフェンスに定評のある池上状態。激闘も後半戦へ。さあ、つけてくれ。もう無理。もはやバスケット剥がしというか、目標国の感覚。感触がほぼ木だったよ。そして除去完了。手を出すんではなかった。おかげで綺麗にはなったが、底辺な目にあった。というわけで念願のニューバスケット。ん？なんか。違う。もうよかった。これでガスケット違かったらもう泣くしかない。OK でーす。2時間以上かかったな。次回、いよいよ復元されるエンジン。すべてのパーツを今、この元に。しかし空いた期間が長かったのか。それとも若年性健忘症か。すっかりパーツの場所を忘れたシンジ君。思い出すのはアスカの裸ばかり。だから袋に入れて分けるなと言ったのに。と年末に探し求める波動のパーツか。皆さんメリー苦しみます。次回、あのピンどっか行った。まあ多分余裕で見つかるんですけど別に気にしてないしなんてことないさ、お化けなんていないさ。あらすじ、カブプロのイオンを直すため腰下分解、さっさと組み上げないと年越しするぞ、おらーん。前回クランクケース組み立ての際に、キックペダルの取り付け動画を編集ミスって、入れていなかったのでここでやっておくよ。ぶっちゃけただ差し込むだけ。外側のストッパーを取り付けるよ。キックペダルをつけた方が作業が楽になるよ。リテイナーをはめ込むのにキックペダルが必要。今ので完了だよ。スナップリングを取り付けるよ。ところが何か変だな。しっかり奥まではめてもゆるゆる。これは川崎の KSR110 のパーツなんですけど、昔買っておいたやつが使わないで取っておいたんですけど、この中にないかなと探してみますね。このパーツ類にはパッキンやボルトやクリップなど細かい汎用品が多く入っているよ。昔見たことあるような気がしたのでダメ元で探索。あった。何のクリップなの。サイズが合うかどうかがちょっと調べてみないと分かんないですね。最終的にはですね、なんか結構出てきたんでこれが使えればいいんですけど、残念ながらこれどっちも同じやつなんですね。16ミリだそうなんですけど、もともとついていたのがなんとですね、これ16ミリでした。パーツリストを見たらですね、16ミリって書いてあったので、これですね、このサークリップエキスターナルっていうのが16ミリですね。なのでこれがですね、ちょうど使えるんじゃないかなと。すんごいもう広がっちゃってガバガバ。本当に同じサイズなのかな。あーでも大体同じサイズか。自分のこれ取り方が悪かったのかもしれないんですけど、めちゃくちゃ開いてますね。これでは多分、ダメですね。なのでこれをちょっと使ってみますね。果たして川崎のパーツはタブにつくのか。奇跡のマリアージュ、型もなくバッチリ。続きましてガスケット。我らガスケットを救いたい。ガスケット、無事行く。ちぎれたうちにも入らない、こんなこれぐらいだったら直せる。ここまで来ればもう、あの無駄に破いたガスケット。復活の時である。幸い怪我も軽い、いける。見せてくれよー、ロックタイトの力を。ベル状だから使いやすい。軽く押さえて完了。すでに過去にやっているので漏れないことは約束されている。でもちょっと破れすぎな気もしなくもないけど。気にしない？もう知らない。手術完了。さてあとはどんどん組んでいくよ。だがここで異変か。ロックピンがなんか足りないな。
シリンダーあたりですでに4つくらい欲しかった気がする。問題のシリンダー。おいピンが3つしかございませんことよ。クランクケースカバーにも使われているピン。どこで不足しているのか確認。左右のケースでは2個ずつ必要。ジェネレーターカバーに1個。クランクケース側にもう1個ついていたので数は合う。ということは不足分は腰上部分と確定。ああ、めんどくさい。結局年末の大捜索となる。ついでにこれから組むので全部パーツ確認。バラバラにしていると本当に組めるのか不安になる。昔プラモデルでよくパーツを余らしたよ。やはり袋より箱、これは今回で学んだ。袋は非常にわかりづらい。あ、ヘッドカバーにも1個あった。そしてついに御用となる。手こずらせ折ってからに。よって株のパーツの一部となる計2ショス。ありました。これで全部揃った、全部揃ったっていうか、これどこのだ？シリンダー？これで4つかな？ 4 つあれば確か OK だったはずなので。シリンダーのところで、1、2、3、4と。手間かけさせやがってこんにゃろん。今更なんですけど、このコンロットにつけているこの目印は、組み上げた際のこのセンターを確認するための目印ですね。一応どういう風になるのかがわからなかったので、まあ目安としてこれをつけておいたんですけど。はみ出しているシール材に気づいたのでカット。まあ大体の目安なんで、こうですね。こう、多分ここで、やった時に貼り付けたんだと思うんですけど、まあほぼセンターですね。ちょっと見づらいですけど、この合わせ面とここのマジックですね、ここの線がこの合わせ面に来れば OK なのでバッチリセンターです。まあ、なんかね、基準がないと素人にはわからないんで、軽くガスケットを取っておくよ。続いてピストン、これですね、ここですね。うわぁ、見づらい。この車両のやつは、利権ですね。利権と帝国ってのがあるんですけど、これは利権のピストンリング。ここに R って書いてあるので、これが、トップリングになりますね。これがセカンドリングになると思うんですけど、ここは、利権だと RN と書いてあると。ありましたね。RN って書いてあるんですよ。これがセカンドリングだそうです。自分もよく分かってないんですけど、これがオイルリングと、そのオイルリングを挟むスペーサーってやつかな。これ順番間違えた、下からやってった方がいいの。完成。合い口を120度ずつずらすということで、だいたいこう三角形なところに分けました。トップがここで、セカンドがここ、オイルリングの合い口がここら辺。早速取り付け、オイルをつけておこうね。ピストンとコンロットを合体。新品ピストンピンクリップで止めるよ。すっかりやり方を忘れてちょっと苦戦。ここも合い口をちょっとずらす。ガスケットをつけて、すぐどっか行くやつらも取り付け。そして個人的難関だったシリンダーの取り付け。なかなかうまくいかなかった。先にピストンをシリンダー内に入れてから取り付ければよかったかも。ピストンリングコンプレッサーがないので、ペットボトルで代用とかしてみた。先日腰を言わしたためシリンダー1個も持てなくなった。辛い。なんとかシリンダー内に入れることに成功。もうお腰様が失神寸前。手で回すとさすがに重く感じる。ここまで来れば完成間近。だがもうおじいちゃん並みの体力しかない。なんとかしなければ。ようやくヘッドを乗せれる。カブのカムチェーンは落っことしてもすぐ元に戻せる。チェーンも細くて柔らかいので楽ちんです。
ここら辺りから映像的にははしょるよ。過去動画で散々やった箇所なので。オイルポンプも忘れずに。切れてないやんけ。逆にすごくない？なんか紙に見えるんですけど、使用したやつはプラスチックみたいになっちゃった。同じかな？同じものとは思えない。ボルト3本のうち1本だけ長いよ。取り付けの際は軸が合うように取り付け。トルクは 0.5kg、 軽めにね。これがニュートラルで、閉めてないからダメか。3、4で、ニュートラルと。車体に取り付けてからと思ったけど全部組んじゃいます。意外とエンジン単体の状態でも組みやすかった。特にこのパーツは横にしていると超楽だったよ。ケースも横にしていると楽。最後にセルモーター、ここのパッキンを交換するよ。漏れてはいないけど、パーツ注文の際についでに買っておいた。グリスを塗って取り付け。本体を取り付ければ完成。うまく入らないときはクランク側のギアを指で動かしてあげればいいよ。ようやく完成しました。あとは車体に乗せれば OK ですね。まあ動くかどうかは知りませんけど、やるとこまではやりました。次回、まさか年を越すとはな。本人ですら驚愕のスローペース。そんな中愛病と寝てしまうシンジ君。起こしてはいけないという優しさがもたらす悲劇。一切の寝返りを捨てた彼に襲いかかった。信じられないほどの寝違いによるダメージ。もはや移動速度はハイハイの赤ちゃん以下。下部のシリンダーを持ち上げるのすら困難。下部の超重量級エンジンを持てるのか。次回持ってくれよ、オラの腰。あらすじ、下部プロのイオンを直すために腰下分解。ついに完成したエンジンだけど腰が死んでるから、乗せることはできるのかな。すっかり忘れていたエンジンを取り付けるボルト。さすがに錆がひどいので軽く綺麗にするよ。適当な番手でとりあえず吸ってみる。下手すると一生触らないボルト。外した時くらいいたわってやんよ。来たな、べ。パッと見そこまでに見えないけど、近くで見ると結構デコボコ。これが一番ひどいボルト。下に刺さっているボルトのためかダメージがでかい。ひたすらスリスリ。ちなみにピカピカにするわけではないのであしからず。ついでにダイスでネジ部分もきれいにする。アマゾンで買った激安ダイスセット。ないよりは全然マシで意外と使えます。見た目ではわかりづらいけどマシになったよ。とりあえずこのくらいにしておけばいいかな。取り付けの時に油を差しておきます。友人からいただいたマット、超良い。早速エンジンを乗せていくよ。正しタイミングよく。腰を痛めた投稿者。何が起こるか未知数である。死にかけやんけ。これはあかんわ。腰痛い。まさか猫で痛めた腰痛がここまで響くとは。寒い。天候のいい日を選んで作業をしているけど、やはり寒い。整備士さんとか尊敬します。意外と動かないので体が温まらない。なおセンタースタンドの存在をすっかり忘れ、なぜかハードモードでの取り付けを開始。これが当たり前だけど大変だったよ。主に腰が。なんとかボルトを入れられたね。しかしお腰様に異変が。腰死ぬ。風前の灯火。言うことを聞け。痛くない。ついに武士みたいなことを言い始める。くっつけ。指が動かれ。
ここの突き出しとここの突き出し、そしてここの突き出しですね。ボルトの長さは全部同じなので、突き出しがちょっとこことここに比べると極端にここが出てるんですけど、これは問題ないですね。外す時の動画も確認したんですけど、これで正常です。動画とか撮ってないとすごい忘れちゃうし、無駄に不安になってしまいますね。しょうがないですね。これもう経験がないので、ここを回していけばあとは OK。 でようやくエンジン単体で大丈夫になった。エンジンボルトの締め付け、トルクは 6.0kg。 細かい部分も戻していくよ。ここら辺は数も大したことないので楽。ピボットシャフトの締め付け、風も出て気温も下がり始めた。早くしなければダメージは免れない、主に腰が。しかしその時異変が。もはやおじいちゃんやんけ。そしてさらに彼の腰に変化が襲いかかる。トルクレンチを置きたいけど、腰が痛くて下ろせないから投げようか葛藤中。危ないとこだった。キックペダルを取り付けようとするが、キックペダルが入らなくなりました。隙間が、狭まってしまいました。謎の説明だけど取り間広げます。本来ここはですね、キックペダルにくっつけとくのが通常なので、締め込んでもこんな感じなんですよ。結構隙間あるんですけど、これちょっと間違ってですね、トルクレンチのトルクの確認をここで試してしまったんですね。その結果ギュンギュンに締まっちゃって、多分こんな変なミスするやついないと思うんですけど、少し引くわ。この隙間が狭まっちゃってキックペダルがつけれなくなるというですね、ちょっとした珍事が発生しました。こんだけ隙間が空けば多分くっつくんじゃないかな。まだダメだ。あ、いったいったいった。取り付けた状態でもこれぐらい隙間がないとつかないですね。まあ何の参考にもならないですね。こんなことするやついないもん。多少の問題はあったけどオイルを入れましょう。そしてようやくキックペダルがついたので鬼のキック。オイルの循環、パーツの鳴らし、圧縮の確認など、キックついているといろいろはかどります。ついでにプラグの確認。ちょっとバッテリーを外している状態ですけど、多分エンジンかかる状態なのでやってみたいと思います。からキック数回してます。カムチェーンのところのオイルさすの忘れてました。ここはチェーンのテンションをかけるところなので入れておいた方が良いです。そしてもう一度音量注意。一度オイルが抜け切るとこういう音になるようです。カムチェーンが暴れていますが5分くらいすると静かになっていきます。ちょっと静かになってきた。しばらく暖気後にエンジンを一度切ってオイルが落ち着くのを待ち、もう一度エンジンをかけると良くなります。さらに静かになってきました。テンションが効いてきたのか音が減ってくるよ。時間が経つと、やったぜ。とりあえずアイドリングはしてくれたし、音も静かになった。分かっていたけどやはり最初の音は不安だった。アクセルの効きも良いよ。
走りたいけどまずはスプロケをつけようと思っていたら、おや？ですね、スプロケットをですね、なんとですね、しっかりとですね、なくしました。はぁ、いや、どっかにはあるんだ。次回、またしてもパーツ内々を決めてくれたシンジ君。さっさと探すんだよ、ラーン。そして素人が組んだエンジンは、無事走ることができるのか？ちょっとのイオンから始まったエンジン分解、直したけど走れませんでした。それだけは避けたい所存であります。何の問題もなく走ってくれ、頼む。オイル漏れとか勘弁な。フラグと嫌な予感しかしないのは気のせいか。次回、せめて、バイクらしく。あらすじ、カブプロのイオンを直すため腰下分解、エンジンも乗せ直してついに走る時が来たはずだけど、もうなんか漏れてる。部屋中ひっくり返して探したんですけど、見つかんなかったんですけど、それは見つかんないわっていうところにありましたね。とりあえずスプロケットを取り付けるよ。チェーン調整もついでにやっておく。カバーを取り付ければほぼ完成。長かった。年内には余裕で終わるだろう。あら、そう思っていた時期が俺にもありました。寒いのでレッグシールドだけ装着。一体何が起こったというのだ？その真相を確かめるべく、我々はカブプロのエンジンを始動することにした。ん？もうダメだ。なんだろう？現実かな？ちょーっとオイル漏れしてるかな？いやいや漏れてるよ。盛大に漏れてるよ。我が人生で最大の尿漏れ。もう吹き出してるやん。アップにしても漏れてるから。懐かしきあのキャラクターふなっしーが記憶の奥底から復活するほどドシャーしてるよ。スローでも見ても変わらないよ。この漏れ方は致命的だよ。もうまるで上原えらいことになったので調査。まずは盛大に漏らしていた部分をチェック。ガスケットが破けていたとかならわかりやすいが、今見ているのが吹き出した付近。思ったより綺麗。何がいけないのかな？よーく見るとここの吹き出していた部分はやっぱ濡れてるんですけど、それ以外のこの上の方になる部分ははっきりと濡れているところと濡れていないところがわかりますね。この下の方のは濡れたのがダーッとこうって伝っちゃって、濡れてるんじゃないかなって思いますね。一番もう映像ではっきり分かったのがここですね。この部分からもうビューッと飛び出てたんですけど、ガスケット的にはどうなんだろう。ちょっと歪んでるっちゃ歪んでるんですけど、なんか取り付けをミスってしまったのか、たまたまそうなっちゃったのか、それともケースとかの方がダメなのか、単純にガスケットがもうダメなのか、ちょっと見ていこうと思います。うちのガスケットの方が破れとかなくて綺麗に取れたんで大丈夫かなって思ってたんですけど、思いっきりこっちの方が溢れてましたね。我らガスケットを救いたい。ガスケット、無事。破けてるわけではないんですけど、ちなみにこれなんかもういかにも破けてますってなってますけど、ここのボルトが入るとこですね。これ見るとわかるんですけど、濡れてないんですよ。ここがちょっと破けてたって多分関係ないんですね。オイルが漏れるのを抑えているんで、ここがこうなってるから漏れたとかじゃないんですね。ケースの方は、綺麗だと思いますね。足っていうならこれか、ここのこれかな。映像で見るとすごいなんか傷が深そうなんですけど、指で触ってもわかんないぐらいっちゃわかんないぐらいなんですけど、まあでも怪しいっちゃ怪しいかな。もう本当にね、ここら辺で足汁をブシャーっとしてたんで、まあ一応ここら辺をやすってかな。ケースの中方で怪しいって言えばここが怪しいのかな。というわけでオイルストーンで鳴らすよ。ケースを外していた時に傷をつけてしまったのかもしれない。やはり保管もしっかりしないとダメだね。おおよそ傷が消えた。映像だとしっかり残っているように見えるけど、かなり平らになっているよ。これで漏れが収まれば良いけどね。指で触ってもほとんどわからないよ。証拠りもなくガスケットは再利用。
新品も注文したけど、動画編集中ですら音沙汰なし。年始だからしょうがないね。クランク側も鳴らしておく。これでも漏れたら新品ガスケットでもう一度確認するよ。できればこれで成功してほしい。こちらはもともと傷らしい傷はなかったよ。つまりジェネレーターケースの傷が原因だったか。このゴミを読んでもシリコングリスで剥がれやすくしておく。ガスケット剥がすの嫌いなんだよ。頼むぞ、漏れるんじゃないぞ。取り付けも気をつけてやる。磁力でくっつくのでちょっと怖い。ガスケットが破けないよう祈るのみである。盛大に指を挟んだけど成功。ゴムハンマーで圧着。そりゃビビりますよ。もはや怨念に近い思いを乗せて叩いております。そして早速エンジン始動。ところがなぜケースを外しただけでエンジンが不動に。これはもはやフナッシーの呪い。かかるわけね。配信繋いでないし。ごめんなさいフナッシー。ちょっと焦った。嘘です、めっちゃ焦りました。よし、これで OK しちゃう。果たしておもらしはしなくなっているかな。緊張の冬。おもらし観察中。おや、おもらしはない。アイドリング中にチェンジペダルも取り付け。ギアチェンジをしても大丈夫かな。かなりおっかなびっくりやっています。でもあれだけのオイル漏れなら、再発するならもうとっくになっていてもおかしくない。しばらく短期した後に、ちょっと庭の方も走ってみたんですけど、まあこんぐらいだと漏れはしないんですね。本番でちゃんと走った時に漏れるかどうかなんですけど、本番で漏れると困るんで、ちょっと1日置こうと思います。全く漏れないんであれば、まあ問題ないんで走ってみようと思います。でこうやっとけば多分漏れてもすぐわかるかなと。ここからブシャーってなってたような漏れは多分もう起きないのではと思うんですよね。とりあえず一晩放置した感じでは漏れてはいないですね。大丈夫かな。久々のガソリン投入。ああ寒い、めちゃめちゃ寒い。もう無理、顎が割れる。ものすごい普通に走ってますね。気温もなくなりました。ただ寒すぎて、なんかもうそれどころじゃないんだけど、もうちょっと暖かくないとダメだね。本来だったらもう例年この時期はまずバイク乗らないんで、すんごい寒い。めっちゃ厚着してるのに貫通してくるね、寒さが。気温はもう本当にないですね。すごいスムーズに回ってくれるので問題はないですね。走り始めて最初の頃はちょっとだけこうカチャカチャやっぱりまだ音が鳴ったんですけど、走ってたらなくなりましたね。少なくとももうヘルメットかぶってる状態だともう音が聞こえないですからね。で鳴らしじゃないんですけど、まあ新品のベアリング組んだばっかなので、まあ50キロから60キロの間ぐらいしかまだ出してないんですけど、すごい快適ですね。寒さ以外はちょっと音を聞かせるのはもうこのマイク的に難しいんですけど、本当にちょっとしたメーカーノイズなんで、これはもう絶対出るような音っていう、その音しか聞こえないので成功かと思いますね。あのね、ウインカーつけれるのよ。寒くて寒くて体感は完璧にマイナスですね。ああ寒い。初めての腰下オーバーホール、まあ、ベアリングの交換までやってなんとかうまくいきました。あとはですね、もう耐久性というか今後どうなるかなんですけど、まあ、市販品のベアリングを組んでるんで、そこら辺がどうなるかなんですけど、多分自分の乗り方だと相当持つかなって思いますね。もともと排気量がちっちゃい幹部なんでね、どうやったって寿命はそんなに短くはならないだろうと。オイル交換も結構やる方なんで、乗る距離に対して。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら、過去動画とかの別の動画を見てください。あー寒い。このカブプロの整備後レビューはもう少し暖かくなったらちゃんとやります。あーまずい。長距離を走れるのか、トルクはどうなったのか、いろいろ気になる部分がありますので、今後ともよかったら覗いてみてください。もう走れない。うるさいな。最後はかかった金額をざっと紹介するよ。
ベアリングプーラー、あればいずれは使うと思う。ギアプーラー、こいつがないとクランクベアリングは外せない。クランクセパレーター、あまり出番はないけどあって助かった。ベアリング、交換作用のメインパーツ、できれば失敗しない方がいい。最低限必要なもの、なし汁を吹き出したい方はケチってどうぞ。今回の作業的には不必要なお遊び、確認用パーツ。ぶっちゃけこいつだけでほとんどの作業ができそう、非常に優秀。合計21,119円なり。漏れてるかと思ったらチェーンのオイルだった。ビビらせやがって。次回はちょっと遊ぶよ。セルのパワーを見せてくれる。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったら別の動画も見てね。それではまた次回。